いや今日の仕事静かだといいな。おい、それ言っちゃダメだよ。それ言うと仕事忙しくなっちゃうから、それ言っちゃダメなやつだからね。皆さんハッピーですか？ YouTube 看護大学の春です。このくだり、看護師さんなら100万回ぐらいやってるんじゃないですか。今日は静かだなとか、暇だなというと、緊急入院や患者さんが急変して忙しくなるから、昔から仕事中は行っちゃダメ言われており、看護師さんあるあるの一つかと思います。この発言で本当に仕事って忙しくなるんでしょうか？本日は少し勉強の話は休憩して、この医療業界で囁かれている迷信が本当に起こるか調べた研究があるので紹介していきます。本日のバズレクチャーは、今日暇だなというと仕事が忙しくなるかです。紹介する研究は岡山県の倉敷中央病院の救急外来で行われたものです。まず気になることは、試験名のジャパンのところの A が顔文字になっていることだと思います。こんな論文本当にあるの？と疑問に思われるかもしれません。この論文はプロスワンという査読付きの科学雑誌に掲載されています。歩いて救急外来を受診したウォークインの患者さんを診察したシフト、救急車で来た患者さんだけを診察するシフト、この2つの環境で働く研修医を対象に調査は行われました。それぞれのシフトで上級医の先生が仕事の前に、今日は静かだといいなという日と言わない日にランダムに分けました。どちらのシフトでも言った言わない群の忙しさ、仕事の難しさ、ストレス、食事の時間、疲労、入院患者総数、受診者総数はいずれも統計的な優位差はありませんでした。しかし救急車を診察するシフトに関しては、統計学的に優位に検査した患者の数が多いという結果になりました。これだけ見ると、救急車患者さんを担当するシフトでは、今日は暇だといいななどと言うと検査数が増加することが科学的に証明されたため、こういうことを言うのはやめましょうという結論になるかと思いますが、この研究グループはそうではなくて、有意差が出たとは言ってもごくわずかなので仕事量にほとんど影響しないし、やっぱり迷信だからそういう発言に振り回されないで仕事をしようねというふうに考察しています。有意差があるので迷信は事実かもしれません。ただ我々が暇だなと言った時にイメージするような、緊急患者さんがたくさん来てバタバタするというほどの効果はなさそうです。まあ当たり前といえば当たり前の結果です。もしあなたが、今日は静かだといいなと言って、同僚がそれは言わないでと言われたら、それエビデンスないからとドヤ顔で言ってやりましょう。確実にマウントが取れます。一方で確実に嫌われるモロ刃の剣です。個人的には言わないことをお勧めします。ではこのような迷信は日本だけなんでしょうか？海外の報告も見てみましょう。このような迷信じみた考えは海外でもあるようで、満月の日や13日の金曜日には救急患者さんが増加するという迷信があり、本当かどうかの検証も行われています。当然のことながら普段とは差はありませんでした。最近では2019年にイギリスのランカシャー病院の生物学部門から報告された論文で、仕事の前に手紙を引いて、その手紙の中に、今日は静かな日になるだろうという手紙の日と、静かという言葉を控えてくださいランダムに引いてもらい、その引いた日で仕事の忙しさに影響するかを調べた報告があります。結果としてはもちろんですが、検査の数など仕事の量には影響はありませんでした。この論文が報告されたのはBMJ のクリスマス号です。BMJ、ブリティッシュメディカルジャーナルはイギリスの医学界から発行されている雑誌で、多くの医学に関する研究が報告されています。この BMJ の中で毎年最終号にユーモアのある論文を掲載しているのが BMJ クリスマス号です。今日なんでユーモアがある論文を紹介したかというと、研究って堅苦しくて難しいものだけじゃないっていうことを知ってもらいたかったからです。論文を読もうと思ってもテーマが難しいと読む気にならないですよね。そうじゃなくて、このように少し変わった面白そうな論文だったら頑張って読んでみようと思う人もいると思います。僕らの活動もこれに近いところがあると思います。看護や医学は患者さんの生命に関わっているため、勉強する本を作成する先生方も多くの知識を提供したいと思うことから、結果的に初学者に対しては看護や医学の本は難しくなっていると思います。看護師さんは専門性が広く、病院の方針によっては自分の希望していない部署にベースの知識がないまま、いきなりプロとしての仕事が求められます。移動したばかりの興味関心が薄いまま仕事に疲れて家に帰って分厚い本で勉強するのは正直きついです。僕たちの動画をきっかけに興味関心、ベースの知識を手に入れ、皆さんの学習の初めの一歩になれればと思い、
動画やインスタグラムの投稿を作成しています。将来的には僕たちの投稿をまとめ、難しい勉強の架け橋となるような本も作成できればと思っています。本日は看護師さんあるあるを論文ベースで紹介してみました。たまにこのようなユーモアのある投稿もしつつ、引き続き YouTube を通して臨床に使える知識を皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。本日のレクチャーは以上です。ありがとうございました。